皆さん、こんにちは。私テレ、チベティスへようこそ。私はチベットテレビのベルゾンです。チベットやダライラマ法、そして中央チベットに関する一週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法、教育は平和な社会を築く人間を育むものであるべき。中央チベット制限収書の米国務省訪問に中国が反発。チベット人が元チベット人政治違反タクナジグメサンボシを追悼。ダライラマ法と中央チベット制限がニュージーランドのジャシンダ・アダン氏の勝利を祝福。チベット人学生2人がニット試験に合格。ダライラマ法は教育の目的は平和な社会を築く幸せな人間を育てることであるべきだと提唱されました。また、法は人々があらゆる状況に対処できるようになるためには、温かい心を育み、心を開き全体論的で先見の明のあるアプローチを取ることが必要であると述べられました。As long as space remains,Sentient beings remain. I will remain in order to serve them. And within this life, till my last breathing, I can make every sort of what's a small, small contribution regarding peace of mind. And for that, patience very important.In order to practice patience, your troublemaker, so-called your enemy, is best teacher. ダライラマ法は今週火曜日、エモリ大学の公式な社会、感情、倫理学習のウランナのパートナーである教育 NGO 団体、エドキャンブ、ラクライナーのメンバーとのディスカッションの招待を受けられました。中国が中央チベット制限ロプサン宣言収書と新たにチベット問題の米国特別コーディネーターに任命されたロバット・ディストロ次官補の会談に反対の意を表明しました。この数日前に米国務省で宣言収書が歴史上初の会談を行いました。この会談が国内外の主要な新聞の一面に掲載されたことを受け、中国外務省のスボックスパーソン趙立堅氏は、チベット亡命政権はチベットの独立の要求をする分離主義政治組織であると声明を発表して抗議しました。マイク・ポンペオ米国務長官は先週水曜日、ロバット・ディストロ次官補をチベット問題の新しい米国特別コーディネーターに任命したと発表し、中央チベット制限とチベット支援者らはディストロ氏の就任を歓迎していました。世界中のチベット人がチベット人政治犯として最長期間服役したタクナ・ジグメ・サンボ氏の訃報を受け、追悼の意を表しました。サンボ氏は人生のほぼ半分を中国の刑務所で過ごし、半分をチベットの大義を主張して亡命生活を送りしました。中央チベット制限のロプサン宣言収書は深い哀悼の意を表明しました。私は若い頃から彼の勇気を称賛してきました。彼と直接会うことは光栄であり、私はダラムサラでの彼の実践の発表にも参加しました。私たちはチベットの学んの悪徳者を失いました。中央チベット制限は追悼会を実施し、その日はその後事務所を閉鎖しました。タクナ・ジグメ・サンボさんは中国の刑務所で37年間過ごし、先週の土曜日にスイスで91歳で亡くなりました。
ダライマ法王と中央チベット政権はニュージーランド総選挙でのジャシンダ・アンダン氏の勝利を祝福しました。法王は祝辞の中でこれらの困難な時代に示された宗主の勇気、知恵、リーダーシップを称賛されました。中央チベット政権ロプサン選挙首相と亡命チベット人議会ベンマ・ジュネ議長もジャシンダ・アンダン氏の圧勝を祝福し、ニュージーランドの人々の有能で思いやりのあるリーダーシップを再認識し、世界はそのようなリーダーをもっと必要としていると表明しました。2013年にインド医学評議会がニット試験を導入して以来、初めて2人のチベット人学生、天然医師さんと軍がレンジュンさんが500点以上を得点しました。中央チベット政権教育所は2人の学生が入学試験を兼ねる全インド国家私学に合格したことを祝福しました。10月16日にインド全土の医科大学に入学するために720点満点中147点の得点が必須であると発表されていました。チベット人学生41人がインド政府とヒマチャルパデシュ政府からチベット難民の学生に提供された MBBS の6席に申請していました。今週のニュースはここまでです。次回またお会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。